はい、どうも、茶です。じゃあ今日はね、ランクマいないんで、ロビマの三先台に座ってね、待ってようと思います。本当はランクマの動画撮るつもりだったんですがね、いや人がいなかったんですよね。まあ今5時ぐらいなんですけど、まあこんぐらいなんで本当人いないんですよね。なので申し訳ないですが、今日はね、久しぶりの動画投稿なんですが、ロビマの三先にさせてください。まあ人来なかったら最終手段としても普通にロビマで戦ってるとこ動画にします。あー、海外の方だ。まあいや、海外の方ですけど、まあ今日はね、正直眠いし、で、ね、あんま時間も取りたくないしで、あれなんで、海外の方とやろうと思います。まあなんでね、今日じゃあ動画撮ったのかって言われるとね、まあ全然最近何週間くらい動画上げたのかわかんないけど、まあほんと何週間も上げてないんで、まあ、そろそろね、動画上げようと思いましてね、まあ今日撮ったんですけど、ランクマ人いなかったって感じですかね。にしても超ラグっすね、これね。対戦になってないわ。何これ、もうどこボタン押してんだこれ。このダストの、このダストじゃない、このなんだラグのセバー最強でしょう。だからもはやダストも多分ブルバッシュもこれガーフなんじゃねえかな。あ、無理無理無理、これコンボできねえ。あー、ひでえ。コンボできんのかできてねえや。結構なんか東京ロビー海外の方いますけど、なんか座る時の文字が英語だから、だいたい海外の方座ったらみんな席立っちゃうじゃないですか。あれ見るとすごいかわいそうだなって思うんですよね。多分あっちいないんでしょうね、海外の方のロビー人がいなくて、日本の方遊びに来てるんだけど、みんなラグ嫌だからっつって多分席立って、でおうちも対戦相手いないっていうね、ちょっとかわいそうだなと思うんですけどね。まあ俺も本当にラグ嫌なんであれなんですけど、できたらね、ラグがねなくなったらね、まあ海外の方も全然やるんですけどね、いつかねそういう時代が来るといいですね。はい、ってことで、もうなんか適当に雑談しながらやってますが、あれ B 崩れてねこれはひどい。けどまあ超手抜き動画だけど、今日はこの方と3回やって終わると思います。本当は開幕足払いに負けるんですけど、足払い減ってきませんね。まあこのラグだったらあんま関係ないんかな。なんか開幕回の足払いに勝てる技が多分5敗ぐらいしかない、まあ、噂だとこっちの足払いとあっちの足払いがなんだ出たらなんか芯が勝つらしいんだけど、聞いただけだから分かんないですけど、どうなんだろう。これ多分ね、立ってたらいいんじゃないかな。あ、立派来た。でもこれ立ってて大丈夫ですね。うん。あー出るか、出ねー。海外の方って何なんだろう、あんまりあれなのかな、日本に来る海外の方でさ、うめえってなる人あんまいないんだけど、いないのかな、そもそも人口が少ないとか。よく立てるな、ジャンプからの。これ見えないっしょ。ひでえ、これ。
ってか海外ロビーってどこなんすかね。なんか海外ロビー探そうと思ってあのロビーのところに出てるとこ全部行ったんすけど誰もいなくて、あれってなった。そもそも海外じゃロビーやってないんかね。プレマが主流でプレマ人いないからロビー来たよみたいな感じなんすかね。でもそうやったらプレマ来るか。日本の何の意図があって来てんのかがわからない。出しばれ出してみるか。開幕セバーか。崩れるでしょこれ。あれ崩れない。お合わせてきた。なんかちょっとラグに慣れてきたな。あー完全バーサイ死なないか。あ回線切られた。何なんだろうか。はい、ということでね、今日はこんな感じの動画になりました。では皆さん失礼します。